はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、カイバセトです。さあ本日なんですが、ブルーアイズホワイトドラゴンにですね、新しい演出が追加されておりましてですね、今回は演出をですね見ようと思ってデッキを組んできました。演出を見るためにはブルーアイズホワイトドラゴンで相手のライフにとどめを刺すという必要があるんですね。で最適なカードがありまして、皆さんこの最強カードをご存知でしょうか。青姫の激凛っていうカード、このカードを発動するターン、自分はブルーアイズホワイトドラゴンしか特殊召喚ができないというガチでヤバい制約がある代わりに、このカードを含む自分の手札フィールド墓地のモンスター、カードを全て裏側で除外してデッキからブルーアイズを3体出すっていう、こういうねガチでヤバい効果を教えました。要はブルーアイズブルーアイズブルーアイズっていうのをデッキから出せる。あ、ちなみに手札とか墓地とかからは出せないんで、デッキで全部眠ってなければいけません。はい、というわけで、今回は、小槌とかリロードとかをガン詰めしまして、引いてしまったブルーアイズを戻すという動きをしてます。で、まあこいつでぶん殴って勝つためには何をすればいいかということで、まあ全部倒すればいいんですね。はい、でライトニングストーム、サンダーボルト、ブラックホールをガン詰めしました。あと羽毛器、これで魔法トラップ、モンスター全部ぶっ破してこれ打って勝ち、これです。で、この、まあ、戦略を通すに当たりまして、めちゃくちゃ弊害となってくるデッキ、そうティアラメンツね、ティアラメンツとかっていうデッキは破壊しても戻ってきたり、あとは魔法トラップが強かったりしますので、まあ、それをメタルために今回入ってるカードがこう大熱波です。はい、メインフェーズ1開始時にしか打てないんですけども、自分のドローフェーズまでお互いに効果モンスターを召喚特殊ができないっていう、まあ、ブルーアイズには一切関係のない、効果モンスター出せないメタみたいなのが貼れるんですよ。だからこの大熱波ぶち込んだ後に全部破をすれば絶対に、モンスターは蘇ってこないし、もしティアラメンツカードが落ちたとしても別に出てきません。はい、というわけで、大熱波ぶち込んだ後に、ブラホサンボル羽ライストを打って激凛決めていきたいと思います。ちなみに激凛はビンゴマシーン55でサーチもできますんで、やっていきましょう。あ、ちなみにエクストラデッキ一切使いませんが、一応なんだっけ、ロンゴミ、エバイユロンゴミできるように最初入れてたんですよ。ただなんかエバイユ して勝ってるのちょっと違えなと思ったので、エバイユ抜いたんで、エクストラマジで何でもいいです。はい、ってなんならいりません。あの合金も今回採用しないんで、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。反動悪くなさそうだけどな、これなんかワンチャン強そう。沼地なあ、ティアラメンツですかね、これは。はい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 、いいでしょう。このデッキ相手ターンやることなさすぎて草だわやることなさすぎ、これ相手ターンマジで。サリーク、はい、いやすごい展開力だな。これいけんのかな。でも全部バーがね、なんかね、2回くらい通ったら意外と相手帰ってくるとは言っても帰ってこないこともあるんですよ。だからこのライトニングストームからサンダーボルトっていうなんか最強コンボを一応叩き込めば、ちなみに大熱波を使ってなんか効果モンスター一切出せなくなるっていう制約をつければね、1回発動しただけでぶっ破できるんですけど。さあケルドゥシェイレン、あー、オッケー、リダンね、了解了解了解。いやこれなんだかんだ大熱波が通ればいける気がしますけどね。大熱波系ですこれ、完全なる。はい、ドロー、大熱波からのライトニングストーム3ボルで分からせるマジでマジで、いやワンチャンこれ勝てるぞ、ワンチャンいけない。こう反動は結構強い。何を動かれた、ビンゴ信号、あー、オッケーオッケー、ブルーアイズだったらやばかったけどな。大熱波発動。さあこのターンお前は効果モンスター、お前ってかお互いに、効果モンスターを召喚特殊召喚できないぜ、まあ、次のドローフェーズまでだけどな。あっ君、うわそのカウンタートラップふざけんなマジで、これずるくない、このカウンタートラップほんまに。でハウフに送られるわけでしょ、いかれてるってこれ。カウンター用意できるのはちょっとキモすぎるわ、誰が勝てんだよこのデッキ。でも意外といけそうだな、でもなんか誰が勝てんだよって言ってるけど意外といけそうじゃないこれ、反動的に。でこれドラゴンサペリアかなんかですか。はい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 、いいですよ。攻撃表示バカみたいに攻撃表示出し上がって、今の時代ライトニングストーム入ってねとか思ってんだろうが、魔法がうめえか、ちょなんか何連発かするしかねえな。
ライトニングストーム飛ぶ攻撃表示モンスターを全て破壊攻撃表示モンスターを全て破壊。さあどうする。まあ一応ね、リランの効果でなんかもう一回融合しに行くみたいなことはできるかもしれないですけどね。何が出すんだろう、知らないけど。さあエルフ効果、一応墓地から蘇らせる。守備表示だったら一応蘇生しても破壊されないんでね。はい。でエルフメイルで、メイル効果さっき使ってるから大丈夫で、でリダン効果、シェイレーン素材に切る。はい。で1枚ドローする。で バチコで破壊する。でさあとりあえずルルカロスが蘇ってきて、でメイルとシェイレーンの効果だね。オッケーオッケー、いよいよ全然いいよ全然いいよ。石突きビッグとかはちなみに何も刺さんないから基本的には。あでも一応あれか、魔法カード戻されると一応まあワンドローが入んなくなるぐらい、まあサーチは入るんで、まああんま関係ない気がしますけどね。ちょあとウララがケアできないから、賛成の際がないから、はい、いいでしょう。さあ無限に蘇ってきて、あミドラシできた、オッケー。特殊召喚は1回しか発動できないのあんま関係ないね。あのモンスターは別にパクれるから関係ない。でパクれるか、もうあれか、効果無効にしないとワンキル取れないかもしれないな。3000、あーちょっと微妙か。で、あ、一応3枚あるな。一応3枚あるね。で、エンゲージ効果。これ、石図打たないで。オッケー、打たれない。なんか謎に打たれないぞ。おっと、1枚ドローも入れさせていただける。マジ？ありがてえ。いらねえ。くっそいらねえカード来た。で、戦闘起動エンゲージ発動。さあ、エンゲージの効果によって、さらにカードを。1枚ゲッツ。オッケー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 。いらないいらないいらない、さっき言った。でジャミングウェーブ発動、セットカードを破壊しながらですね、これね、セットカード、いやこれ多分今あれやで、あなた一応無毒で打った方が良かったんじゃないですか。さすがにこれドローされるの怖くないのかな。あ、はからか、まああんまり破壊できないんで意味ないですね、ミドラシは。でウィドウアンカー、もうこれ遅いでしょ、これ戻しても。さすがに戻しても遅い説ある。ちょっともらうね。でバトル入っていいか。よし、いけ、速攻魔法青決めろ激励を発動。あちなみに本当だったらうららで止められるんですけども、うららがないということで、ブルーアイズホワイトドラゴンか3体巨人無敵最強あらあらのブルーアイスホワイトドラゴン。このチームはどうせムードラケルドだろう。押せんだよバカが。行け滅びのバーストストリーム、滅びのバーストストリーム、滅びのバーストストリーム。かっこよ、かっこよすぎ。このデッキマジでゴミデッキで、ゴミ2枚来た。まあでもね、こういうねクソゴミカスハンドをねケアするためにリロードと打ち合いことをガン詰めしてるっていうね。今ちなみにセルフ2ハンデスクロットみたいなもんなんですけども、一応リロードと小槌を6枚体制になってまして、まあ、それの効果で、まあ、ブルーアイズホワイトドラゴンとかいう、本当に手札にはいらないカードを、でき戻すということができます。一応ね、何勇気、お前は勇気じゃないか。勇気、相手にとっては不足はないぞ勇気。いいだろう。でもあれなんだよな、あんまりなんか全部はできない、あの最強さ、あのあれがやばい、あのブル、ブラックマジシャンの、あのリュークシュの方、リュークシュブラックマジシャン、あれやばいわ、あれだけ本当やめて。あのね、結局ね、あのこういう普通のデッキに対してだったら全部は別に刺さるとは思うんですよ。普通のデッキだったら一般的には
ティアベッツとかいうデッキ頭おかしいよ。やっぱり破壊されてなおアドバンテージ稼いでくるの意味不明だろあれ破壊された場合の効果っていうか、墓地効果で墓地を送られた場合っていうテキストやっぱいかれてると思うんだよね。だからティアラメンツカードの効果で墓地へ送られた場合っていうテキストだと分かるよ。いやそれだったら全然分かるんだけど、なんだそんなもんか。お前これ羽ぼき刺さんじゃない、これ羽ぼき絶対刺さると見た俺は。あ、うちできた。オッケー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 。これゴミ戻せるデッキに、ですね、一旦羽ぼきぶち込んでから分からせよ。ハーピーの羽ぼきの効果を発動。ハーピーの羽ぼきの効果により、お前のフィールド上のマジックトラップカードをすべて破壊させてもらう。さあどうする、バカが。バゴーン、ドルコーン。そしてあとはあのモンスターを処理してから、青君への激励を引き上げや。打ち手の小槌の効果を発動。ブルーアイズホワイトドラゴンとブルーアイズホワイトドラゴンをデッキに戻し、カードを今3000はちょっとね持ってきた。あー来た来た、やべえ、なんか羽ぼうきサンボルっていうなんか頭が悪すぎるコンボ来たスーパー頭悪い IQ2 コンボ来た。 IQ2 コンボ、さあ回収しろよ。おっとメインフェル中にモンスターの効果を発動してしまった。相手はメインフェル中にモンスターの効果を発動してしまったことにより最強のマジックカードを発動されてしまう。参戦の際の効果を発動、相手の手札の中からハルラを抜いてデッキに戻すという効果。さあ見せろ、弱っ遊戯舐めてんのか遊戯、分からせてやる。これがデュエルキングのデュエル、青姫の激凛の効果、すべてのカードをゲームから除外し、あららろ、ブルーアイズ、あららろ、ブルーアイズ、あららろ、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、ほら見ろ、バーストアップ、ストリーム、くっそかっこいい、マジで。この演出見たいけど IQ は2、反応は悪くないぞ。うちでの子たちでこれでも何を戻したらいいか問題はあるから、悲願か、悲願悲願、はい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 、悲願悲願からの悲願悲願だと、てめえこれまた親顔ムーブか、これ親顔ムーブじゃねえだろうな、これは親顔ムーブだ、来たリュウ実況チャンネルご用達、ゼンマイ、ゼンマイからのゼンマイからの、ヒガからのヒガからのゼンマイムーブ、このコンボをすると、まあ、何でもできると言われている。なんかありえないことが起きてるぞ。え何ラーの抑止力マリカだったというのか、貴様、ふん、相手にとって不足はない。何こいつはなかなかにヤバそうなムーブをしているぞ。ゴッドスライムをリリースヤバいことしてるヤバい、なんか神並んでっけど、これどういうこと、バカな、そんなバカな、何神が3体だと、すげえデッキだホルアクティ、ホルアクティ出そうすごすごこのデッキ、なるほどね。ライトニングストーム、お手柄攻撃表示モンスターを全て破壊よえくっそ弱えそう弱くて草なんだけどマジでやばい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 、ちょっと待って、ブルーアイズ、ブルーアイズが、ブルーアイズが引けねえ、頼む、ちょっと頼む頼む、マジで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 、ちょっと相手に分からせたい、相手に分からせてあげたいんだよ。あー、あ3枚たまってるね、
ワンドローあったりはあるよ全然。で戦闘機動エンゲージで必死の形相でデッキからカードを引っ張ってくる男。これエンゲージエンゲージ結構強いなこれ。はい、デッキからドロー。はい、あ、ここどっち。でもう一発打とう。もう一発エンゲージ打って圧縮だけしてから、はいはい、でカードを1枚ドローしていく。はいはい、いやまだ来ないか。まあ、でももうワンチャンスあるよ。もうワンチャンスある。でカードを4枚デッキに戻し必死すぎる。なんだこの必死の競争は。そして神が弱すぎる。あまりにも神が弱すぎる。よーし、ビッグマシン5号を発動。ビッグマシン5号の効果によってブルーアイズカードを相手に3枚自慢して、その中から1枚を自分の手札に加えることができる。リックスバトル。手札より速攻魔法青姫の激鱗を発動。青姫の激鱗の効果により全てのカードをゲームから除外し、全てのカードを投げ打ち、あららのブルーアイツホワイトドラゴン、ブルーアイツホワイトドラゴン、ブルーアイツホワイトドラゴン。脳死トラビノバーストストリーム。1個言ってみましょうか。神弱すぎ。